3ヶ月で4人も死んじまった。やっぱここは手を出しちゃいけなかったんだ。何があったの？この工事現場で死人が続出したんだ。もともと良くない噂があったんだけど、オーナーがどうしてもってね。やめとけばよかったよ。ここにいる何かを怒らせちまったんだろうな。この工事現場で死人がいっぱい出てしまった。ここには手を出しちゃいけなかったんだよ。この現場はヤバいって聞いてたんだ。だからもうやめちまおうと思ってたのに。の日に家臣の裏切りで殺されたらしい。なんだろこれ。助けられてよかった。傷つけるな。傷つければ当主の怨霊が現れて殺される。鎮魂碑だな。これを壊そうとして怒りを買ったみたいだな。それじゃ呼んで詳しい話を聞くとするか。なんか嫌な予感がするんだけど。こ
この鎮魂碑をぶっ壊すぞ。正気かよ。愚か。まだ貴様のような輩が残っていたか。ありがたいね。壊す手間が省けたぜ。また我が館で牢石を働くか。何？タイムスリップ？昔は武家屋敷だったってことだ。鎮魂碑ができるほどだ。さぞ凄惨な出来事があったんだろう。あれは誠にむごい仕打ちでございました。親方様はお嬢様ともども屋敷の庭に引き出されて首を落とされたのでございます。親方様はお優しい方でした。しかし進化の者に裏切られて命を落としたのです。それもお嬢様の婚礼のご祝宴の折にさぞやご無念だったことでしょう。あいにく俺は仇じゃねえよ。お前を苦しみから解放してやりに来たんだよ。あの人、裏切られた恨みで悪霊になったのかな。よっぽど信頼してる奴に裏切られたんだろう。背中の傷ってのはずっと痛むもんだからな。親方様がもう苦しむことはないでしょう。私も積年の心残りが雪解けを迎えた思いでございます。親方様もこれで楽になられたでしょう。
ありがとうございます。俺が死ぬ前にあんたらが来てればよかったんだが。これでもう死者が増えることはないよな。よかった。